こんにちはモシヘルと申しますがお言葉ですが、ビジネスにおける敬語の三原則。数年前、私は日本で自分のソフト開発ビジネスをひし始めたとき、何よりも不安になったことがありました。それは日本人の相手とビジネスコミュニケーションをするときの日本語の敬語の問題でした。 何,何,年何年間も真面目に日本語を勉強してもどんなにいい教科書から習っても実写会で使用す,するには十分ではありませんでした。ティムさん、いつもお世話になっております。こちらは顧客会社の松本と申しますが昨日あご来社いただきましてありがとうございます。お忙しいところご迷惑おかけして申し訳ありませんがもしよろしければ来週の火曜日。 プロジェクトミーティングさせていただきたいと思います伝えたいことは簡単なのに <laughs> なぜそんなに複雑な放送に包まれているのですかねこの仕事でのプロフェッショナルないい関係をうまく保つため一体どうすれば同じような返事を返せますかね日本人じゃない からそんなに気にしなくてもいいっていう声が日本人にも外国人にもよく聞こえてきますねでもその態度こそこのスピーチで問題にしたいと思います現在は21世紀でどの時代よりも異文化の間の橋をきちんと作る必要があります橋だけではなくて絆までにすることです こういうことはビジネスの世界こそリードしなければなりません。そのため、私が習った3原則を発表させていただきたいと思います。では、まずは1番目を始めます。日本で私はビジネスが続いて、連日日本人の相手とビジネスコミュニケーションをし続けたら、最初は敬語がめんどくさくて、 無駄に時間を使うもののように感じました。簡単の連絡でもいつも大ごとになりました。松本さんはメールでのご連絡ありがとうございました。はい、かしこまりました。来週の火曜日、改めて訪問させていただきます。では、お返事をお待ちしております。よろしくお願いいたします。あでも、もらったメールでは相手は私をティムさんと呼んだから、私も様じゃなくて。 松本さんって呼んだ方がいいかなのように毎日の生活で言葉の問題を気にするようになりましたでもだんだん経験が増えていくとだんだん敬語のリズムも分かってきました敬語はメッセージのラッピングではなく重要なメッセージも伝えていますなるほど欧米のビジネス文化では ビジネスの活動を通して関係が生まれるけれど、日本のビジネス文化の方では、ビジネスの関係が作られてから活動が始めるのです。ビジネスで連絡,連絡を取るたびに、敬語を通してその関係が生き生きするんです。つまり、敬語は壁だけではなく、扉にもなれます。一番目の原則は、 敬語もメッセージだというのです今から2番目の原則の話です。2011年の東北地方太平洋沖地震の次の週、私の東京の散らかったアパートから仕事に暗い気持ちで戻っていきました。関東と東北に余震がまだ多く続いていながら、 一体どうやってビジネスの世界の相手ともう一度つながったらいいのか誰も分かりませんでした。東京の新橋の保険会社の知人の林さんに連絡しました。彼女の会社は全員日本人ですが、同じ災害の後の敬語の問題に悩んでいました。会社のお決まりの挨拶季節の言葉。 そして、ギ者ますますご精鋭のことと心よりお喜び申し上げますと今書くのはもちろん不適切です。でも林さんによると会社のみんなはこういう問題を考えながらも社外から素晴らしいイメールが来たそうです。今回の地震で犠牲者となった方々のご冥福をお祈りするとともに お見舞いを申し上げます。現状が一日も早く復興するよう願っています。す素敵ですねと私は林さんに言いました。きっと敬語がうまい日本の会社の上司が書きましたね。いや違いますよと彼女は答えました。実はははそのののの文章を書いた人人トルコ人の大,大学生です <laughs> ですもうちの会社のみんなは これをコピーとペーストして使ってますよ。それでは2番目の原則に、外国人も日本人も運命共同体であってみんな悩んでいます。ビジネスコミュニケーションは固定され,てされたものではなく、みんなは一番ふさわしい言葉を日々探しているのです。そして、 何が本当の異文化の障害か何が日常的なビジネスの難問か考えて区別しましょう最後に私は4年間日本でビジネスをやった経験からの3番目の原則で締めくくりたいと思います これがなかったら他の2つも意味がなくなるほど一番大切なものです。それは敬語の心です。つまり真心からの尊敬。私のように日本人とビジネスをしたい外国人はよく日本は別世界だと感じてしまいます。共通点を無視し文化の違いを強調しすぎる嫌いがあるのです。 日本のマナーでどういうふうに庭に自己表現できるかは本から習えますが相手と相手の文化について自分の本当の気持ちはどうなのかを考えましょう敬語の基礎は心からの尊敬ですそれがなかったら形だけになって作,ら作れる絆は脆弱な絆に 過ぎなくなくりますどんなにきれいな言葉を使っても意味がなくなります。そこで私には提案があります。ビジネスをするとき、異文化の相手とその異文化を尊敬することが大事だと思いませんかだったら、その尊敬,をそ尊敬の気持ちを効果的に伝えたくなるのは当然でしょうね。 だったら伝えたい気持ちを一番スムーズに伝えられる言葉を探したくなるのも当然でしょうね。大変な努力がかかることに見えるでしょうかでも努力こそ今必要です。本当の強い絆を作るため努力が欠かせません。では実はこのスピーチ。 スピーチに発表した三原則はビジネス敬語におけるだけではなくもっと基本的なメッセージが含まれていますそれは異文化の相手に形だけではなく心からの尊敬を表すことです日本語でも英語でもどんな文化を持つ相手でも それは私たちが目指さなければならない崇高な目的だと私は信じています。ありがとうございます。